じゃあとりあえずメンバー集まったってことで、はい、少な人数4人で乾杯します。じゃあ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。夏を吹き飛ばす、なんかあんまり実は聞いてない話聞いてもいいですか。うん、新婚生活どんな感じなんですか。あんま聞いてなかった。確かにね。そういえば確かにね。だってもう YouTube 始めた時にはお付き合いされてたじゃないですか。そうね。そうっすよ。そうだから YouTube 始めたぐらいの時に付き合いたてぐらいか。そうっすよね。うん、あの頃家で井上さん家で結構あって、うん、何回か一目会ってるよね、うん、だから特に結婚しても別に聞くことはなかったんですけど、うん、どうなんだろう。じゃあちょっと聞いてもらって聞いてます、うん、話したかったんですよ。だいぶ聞かなかったんで。いやいや、なんていうの、別にもう今で約2年、そんなだ、来週2年、来週結婚記念日やから、でさ、まあこの俺の仕事の終わる時間とかいろんな兼ね合いがあんねんけど、あとまあ周りの環境思わねんけど、ここ最近この10日間ぐらいかな、奥さんがまあ好きなアイドル BE:FIRST 好きやねん、で最近 BE:FIRST 好きになって、でずっと昔から UVERWORLD 好きやねん、今もファンクラブ入ってて、でそんな UVERWORLD と BE:FIRST のライブがあるっつって、ライブに行ったり韓国旅行に行ったりしてて、でその BE:FIRST を紹介してくれた女の子の友達と、まあ、BE:FIRST 会みたいな夜な夜なやったりで飲みに行ったりとかで、ここ最近奥さんが夜中2時とか3時に帰ってくることがちょっと多くて、浮気してんちゃうかな。いや、BE:FIRST 会ですよね。本当かな。それ本当に心配になるんですか。うん、マジですか。もちろんなるよ。一緒に行ったりはしないんですね。そういうの。なんかさ、この推しってそれこそ何 BE:FIRST に限らずよ、なんか熱量揃えなあかんみたいな空気感あるやん、特に日本って。だから例えば嫁ともし一緒に行って、うちの俺も家でさ BE:FIRST の DVD とか見て、うわかっこええなーとか、じゃあ好きになるの分かるわっていう気持ちよ。やけど行った時に奥さんと一緒に行ってね、まずなんで一緒に行かへんかって、 BE:FIRST を見てときめいてる嫁を見たくない。そういう意味なんですね。まずね、そういうことすか。そんな感じですか。だって別次元じゃないですか。別次元というか、いやそうや、別次元やけど、そのなんか嫁が BE:FIRST にハマってるの全然いいし、それこそ俺 UVERWORLD にハマってるの全然いいし、なんだええ歌歌ってるし、俺も奥さんきっかけで UVERWORLD にも BE:FIRST にもちょっとハマれた部分があるから、それは全然いい。ただやっぱりライブに一緒に行って、嫁が自分が見たことない顔でときめいてたのが嫌。こんな笑顔見たことないぞ、うちの嫁ってなるのがまず一番や。だから行かない。あとなんかこうみんな鳴ってるやんか、わーって。でも曲によっては知らない曲もあったりするやん。その時にこうやって見てたらなんか冷めてるみたいに思われるのも嫌やん。だから全曲知ってないとライブとか行ったらあかんって勝手に俺が思っちゃってるのもある。だからちょっと一緒に行ってな。逆にあのってことは、井上さんがなんか例えばアイドル好きだとか、うん、井上さんがなんかアイドル好きだとか、インサート撮りながらそういうのはじゃあ逆に許してくれるってことですよね。
全然許してくれると思うで。だって一緒やもん。そうですね。それだったらいいんじゃないですか。いやだから、そう、それはええよ。ときめいてたって別に。でもやっぱ男のさ、男がなんかこのアイドル好き、男というか、なんていうの、40過ぎたおじさんがアイドル好きはもうちょっとリアリティ薄いやん。なんか言いたいニュアンスわかる？なんとなく、はい、なんとなく。いや、別にそれがどうこうなるって100%、そうそう、ほぼ 100% ないですもん。そうやね。だからなんか勝手に、まあ、奥さんは若いし、奥さんの嫁がわーってこうあるかもしれない。ウーバーワールドとかビーワールドやーってなってる。で、ウーバーワールドさんは、うん、僕らの拓也さん、はい、同い年やね。なるほど。そう、なんか一個なんかもう子供の頃から好き、なるほど、憧れの存在、もう15年6年ファンクラブに入ってる。全然ええねん。それを子供の時から好きな人、俺もおるし、俺で言うと深津絵里さんなんかそんなんやし。大好き、もう子供の時から大好き。でも BE:FIRST は、まあ、言ったらここ最近出てきたグループで、なおかつ、若いで、嫁、俺と嫁の年齢差より嫁と BE:FIRST の方が年齢近い。あ、そうなんですね。そうってなった時になんかライブを見に行って奥さんがいいやー言うてたら離婚されんちゃうかなって思っちゃう。でもあれかもしれないですよね、その井上さんが出役のお仕事だからっていうのもちょっとあるか。まあまあ、それもそれもあるよ。確かに僕らからみたいな裏方だったら何も思わないですよね、逆に。うん、それもあると思うけどね。なんかやっぱね、なんやろな、あのそらさ、好きな人の見なくていい表情もあるやん。全ての表情を理解するが愛ではないやんか。これ思うけどさ、恋愛においてね、奥さんであろうが彼女であろうが、その人の 90% ぐらいでええと思うねん。知ってる部分は。でも知らない部分が 10% あるから、その知らない 10% を知りたくて、もっと努力して口説いたり、もっと努力してなんか喋ってみたり。でもこの知らない部分がどんだけ頑張っても埋まらない、その全てを知るときは死ぬときだよと思ってんねん。なんか死ぬときに奥さんの全てを知って、要は悲しむ顔も含めてね。ああ、嫁さんが死ぬときの、そうそうそう。だから自分が愛した人の全ての感情と全ての表情を知るのは死ぬときでええなと思ってるから。これまではなんか知らない方がええこともいっぱいあるなって思う。うん、笑ってんねや。奥さんがちょっと今納得いってなくて。何？奥さんが、うん、そのビーファーストに来たって言ってる時、うん、今さ何してんすか？俺はもうビーファーストこんな顔で見てる。で奥さん帰ってくる、うん。結構その日は、ああじゃライブで？ライブで。あ、オッケーオッケー。やってらっしゃる時、別行動なのに井上さん。奥さんがビーファーストでキャーって言ってる時は。俺、うん、仕事してる。していらっしゃいますよね。うん、で、帰ってきた日は、割と普段より強みに書くんですかね。っていう嫉妬心が今の中にあるわけじゃないですか。俺が一回井上に戻さなきゃみたいな。ビーバーさん。ああ、浅はかよね。うん。そうですか。夢から覚めない方が幸せな時ってあるやん。だってそのライブ終わり飲んだけど一緒に、はい、もうすっごい幸せそうやねん。もうかっこよかった。だって大好きな推し2組のライブやから、ウーバーワールドとビーファースト、もうこんな幸せそうな余韻の部分だけでもやね。いや、もうなんか
井上に戻したらあかんと思う。それもそのまま、そのまま一晩普通にお休みになっていただいて、まあ正直言うと、一緒に行ったその友達、ライブに行った友達と盛り上がりすぎて朝の6時まで飲んでた。最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。